タルエリオン、セブンスターズの一角。エリオン家当主にしてギャラルホルン内最大規模の戦力、艦隊を誇る月外縁機動統合艦隊アリアンロッド総司令。革命を謳い彼を出し抜こうと画策するマクギリスは、モンタークの仮面を捨て鉄火団へ正式に協力を要請。しかしこの行動が敵の策を呼ぶこととなる。アーブラウ代表、まかない東吾之助を狙った爆弾テロ、地球エドモントンで発生したこの事件を皮切りにして、ネズミが潮を引くように事態は悪化。経済圏同士初となる SAU とアーブラウの武力紛争が勃発した。全てはマクギリスの権威失墜を狙うラスタル陣営の企てだった。だが紛争は火星より駆けつけた鉄火団の増援により収束し、両経済圏が和平調停を受け入れたことで終結。これによりマクギリスの立場は揺らぐことがなかったが、1ヶ月以上にも及んだ膠着状態の末に鉄火団は多くの団員を失い、結果鉄火団地球支部は地球からの撤退を余儀なくされた。そして謀略めぐり新たな火種が世界を焦がす中、その目覚めも必然だったのか。テイワズから鉄火団に譲渡された新ハーフメタル採掘場、そこに無数のモビルワーカーもどきと大型機械が発掘された。再生のデータベースにも該当しない厄災船の遺物。鉄火団はこの機械の情報解析をマクギリスに依頼する。そして部隊は再び火星の地へと戻っていく。人の殺戮を欲する無慈悲な天使に人の思惑など通じない。奴は静かに蘇る時を待ち続けていた。目覚めし厄災。
ほんと、お前といると飽きねえな。兄貴、すいません。なに謝ってんだ。家族のためにてめえで決めたことだろう。そうですが、兄貴に迷惑を。これまでも散々かけてきただろうが、今さら首相になるんじゃねえ。けど、ここからは背中にも気をつけないとね。ああ、手言わずの幹部連中の考えは一つじゃねえ。何か仕掛けてくると思っておいた方がいい。オルガ。はい。笑って許してやれんのはこれが最後だ。俺に親父は裏切れねえぞ。はい。
さあ、お前の待ち望んでいた戦場だ。ガンダムビダール出る。倒してみせる。無駄だ。作ってもらった恩義がある。務めは果たすさ。肩慣らしにはちょうどいい相手です。この機体はグレイズとは違うんです。お前たちの好きにはさせない。そのような攻撃、ラスタル様のためにもここで遅れを取るわけにはいかない。